正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやる。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ興奮するいで。それもそっか、最新の流行は当然のハーフ、経済の動向も突き抜け、純情な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。暮らさればすぐに過ぎなさい、皆がつまみやすいように腰外しなさい、会計や注文は先陣置き、分離最低限のマナーです。ありがとうございます。